最後の戦いが幕を開ける。それは世界の運命さえかかった小さな島の大きな闘争。アディオ、私は。辞書、その手につかむもの。やっと来たか、バスターコール。監視任務を中止して基地に戻れだと？冗談じゃない。まだアディオの件は終わってねえっていうの。まさかバスターコール。政府は神の息吹もろともあの島を消す気か。目標、バフルド中央の巨大兵器。全艦作戦を遂行する。やっと来たか、バスターコール。ワッフルドに戻されたのはやっぱり私一人。ルフィたちはどうなったの？まさか神の息吹に何かあったんじゃ。いねえとここから出られねえぞ。リムさん、戻ってきてください。なあナミ、どうしたの？俺思い出したんだけど、初めて思い出の旅に出た時リムが言ってたんだ。あのキューブがメモリアを再現してるって。確かに言っていたわね。じゃあ、あのキューブをどうにかできれば現実世界に戻れるかもしれないってこと？おいおい、何言ってんだお前ら。そんな危ねえもん触るのも怖えよ。もし触って壊れてもしたらどうなることか。世界ごと俺たちの体までバラバラになっちまったらどうすんだよ。よし、殴ってみるか。え？いや、なんでそうなるんだよ。やめてルフィ、あたしたちまでバラバラになっちゃったらどうするの？もし壊れでもしたら何が起こるか。無言のビスカル。なんだ、簡単に壊れちまった。無事に戻れたみてえだな。よかったものの。思ったじゃねえか。すみません。何が起こってんだ。ありゃ海軍の軍艦じゃねえのか。あの軍艦、火力、トーズ、まさかバスターコール。どういうことだよ。なんでワフルドにバスターコールが。このままではワフルドが沈められてしまう。何なのあれ、雷が軍艦を攻撃してる。そんな不自然な落雷見たことない。もう
塔の光の方はリムさんが話していた神の息吹でしょうか。まさかこの騒ぎはアディオに関係してんのか。リムの匂いがするぞ。さっきまでここにいたんだ。無事に戻れてたのね。よかった。匂いはアディオの小屋の方に向かってるぞ。リムが心配ね。私たちも行きましょう。よかった、気がついた。リムさんが急に消えたので心配していたのですよ。ごめんなさい。アディオが心配。私、あの塔に行かなきゃ。あの塔の正体、あなたは知っているの？天行の塔、神の息吹を祀るために作られた塔よ。そこで暴れてやがるのが神なんだ。ってことはアディオのやつが動かすことに成功したと考えても良さそうだ。仲間を呼び寄せてみんなで暮らすのが目的なんだろ。だったらなんで暴れてんだよ。リム、私にもわからない。アディオに聞いてみないと。どうする、ルフィ。アディオに会って話を聞くぞ。塔に急ごう。この先、今なら入れるはずよ。でも、どうする、ルフィ。橋がないぞ。あお、橋なら俺に任せときな。あっという間にかけてやる。どこから出てきやがった。あいつ、なんだか怒ってねえか。融通の効かなそうな面構えだな。どうするルフィ。仕方ねえ。フランキーは橋を頼む。あいつの相手は俺たちがする。今がチャンスだ。しょうがない、やりますか。じゃあ一つ生まれておいて、雷ちゃん、サンダーブリードライフォーム。私の出番かしら。やっと俺の出番か。ディアブルジャンブ、トワルはフレームスタート。俺に任せろ。コンポイント、確保、エルフ。効かねえよ。いざ。ディナーの準備に取り掛かるとするか。おお、サンジ、メシ。こっちはもう大丈夫だ。いつでも行けるぜ。よし、先へ急ぐぞ。これが天行の塔。ええ、そう。ここに神の息吹があるの。なんだかおっかねえな。なんでしょう、鳥肌が立ちますね。
私、肌ないんですけど。よここにアディオもいるんだな。間違いないわ。よし、行くぞ。塔を登ろう。ちょっと皆さん、私寂しい。よほほほ、綺麗な場所ですね。なんだか不思議空間に似てませんか？似てて当然なの。不思議空間はメモリアの入り口、そしてメモリアはこの塔が作り出しているものなの。それじゃリム、いつもの不思議空間は？この塔が作り出してる空間、私はこの塔の力を借りてるだけなの。なんだ、また箱じゃねえか。おい、ルビー気をつけろ、そいつは敵だ。マナーの悪い野郎だ。俺が一から叩き込んでやるか。情けない姿を見せた。あっ、隊長、不正解アウト。みんな、いっぺんに行くぞ。準備 OK だ。間違っての礼に。とうとう俺を本気にさせやがったな。しかし帰るぞ。俺だって戦えるんだ。アウトイト不正解アウト。コックに逆らうとどうなるか教えてやる。ディアブルジャンブ踏み入れろ。足任せろ。今のは何だったんだ？誰から出たキューブだ？いつもの記憶のキューブじゃないわ。侵入者を排除するための仕掛けなの。浮いているキューブには近づいちゃダメ。近づくとさっきみたいなことになるのね。私たちの記憶を読み取ってキューブを敵に変えているのかしら。とにかく気をつけて進みましょう。キューブだったらリム、お前消したりできねえのか？このキューブは塔が作り出したものなの。私じゃどうにもできないわ。なんか方法はねえのかよ。やめとけ。やるべきことは変わらねえよ。進むだけだ。この森、見たことがある。どうしたんだ、リム。思い出したの。私はずっと昔にこの塔を登ったことがあるわ。でも、全部は思い出せない。ごめんなさい。しっしっし、いいさ。どうせ上まで上がれば全部わかるんだ。
いつ、砂人の遺構にいたやつじゃねえか。何が出ようが関係ねえ。俺たちは前に進むだけだ。ああ、こいつをぶっ飛ばしてアディオのところに行くぞ。よし、みんな準備できてるな。よし、行くぞ。ゴムゴムのレッドホーク。おいお前、殺しちまうぞ。オチエンパフルクロトママー、準備はできてるぞ。大丈夫、これでみんな直せる。ありがとう、チョッパ。おこいつ、強えな。やめろ、とうとう俺を本気にさせやがったな。シャカイボシドレンタフルール、スネークマン、ゴムゴムのキングコブラ、トップグリーンの戦い。昔はもっと嘘をぶちかましたもんなのに、今やそれができちまう。キャプテンウソップにかかれば大した敵じゃないぜ。よし、先へ進むぞ。これは古代文字？光って浮いてやがる。行き止まりか？階段も扉も見当たらねえ。確かにそうね。どうやって上に行くのかしら。手分けして調べるしかないわね。ロビンは文字の解読をお願い。ええ、もちろん。少しだけ時間をもらえるかしら。確か総裁殿の中で同じような文字を見た記憶があるわ。ルフィ、アルバーナに向かいましょう。ああ、分かった。さすがロビンちゃんだ。じゃあすぐに調べに行こう。また砂漠を越えなきゃいけないわね。それでどこに行きゃいいんだ。ロビン、この中にあの変な文字のヒントがありそうなんだよな。そうね、ここの地下に絵の描かれた天井があったのを覚えているかしら。ん？そんなのあったか？あ、思い出した。確かワニ模様のスイッチがあったとこだよな。そういえば、うん、確かにあったわ。ロビン、そこへ行けばいいの？あそこに描かれていたものが天行の塔で見た古代文字と似ていたような気がするの。それでは皆さん行きましょうか。よほほほ。よし、よくわかんねえけど行くぞ。石板があったわ。この部分の文字、天行の塔のものと同じよ。どうしたの？どうやらこれは文字ではなく記号のようね。塔に戻って調べてみましょう。よし、ワフルドに戻るぞ。どう、ロビン？やはり記号が謎を解く鍵。組み合わせと反復、等間隔の補助記号、何かに似ている。これは？聞いてくれ、ロビンちゃん。このマークは子羊のパテを表現してると思うんだ。こっちのは具材を片付けろって指示さ。ズバリ、こいつは子羊のテリーヌのレシピだ。
ありがとう。サンジらしい意見ね。でも食べ物らしい文字はないのよね。羊のなんだ？それうめえのか？そんな場合じゃないでしょ。ロビン、俺思いついたぞ。このふわふわした文字は草むらじゃねえか。その上に伸びた線は薬草。つまりこれは薬草をすりつぶした解熱剤の処方箋だ。そうか？そもそも今薬が必要なのか？そうね、ちょっと違うかも。分かったと思ったんだけどな。ごめんな。いいえ、ありがとう。一緒に考えてくれて嬉しかったわ、チョッパ。楽譜ね。一定幅での上げ下げ、反復と組み合わせ。確かにそうですね。ねえ、楽譜って何？音楽を記号にして書き表したものが楽譜です。楽譜があれば音楽を奏でられるのですよ。ただ残念ですが、譜面の多くの部分が消えてますね。それじゃ正しく曲を演奏できないってこと？そうなんですよ。じゃあその楽譜の情報をメモリアで探してみる？そうね、急いでメモリアに向かいましょう。保管庫というのはどちらでしょうか？ブルック、それなら地下2階よ。すげえな、リム、よく覚えてるな。よし、そのホカホカ庫に行くぞ。保管庫な。あった、この本ね。でも楽譜の情報は多くないわね。何が書かれてんだ？イニシエの儀式について書かれてるわ。楽譜に関して書かれてるのは一部だけよ。あの天行の塔は神の息吹の祭壇。古代の空島の人々はそこで神の息吹を称える旋律を奏でた。その歌を知っている者だけが神の息吹に会えたと書かれてるわ。神の息吹を称える歌。ええ、救いの日差しという曲が書かれてるわ。私その歌を知っているわ。昔から何度も聴いているもの。楽譜なんかなくても大丈夫よ。本当か、リム。ルフィ、天行の塔に戻りましょう。これで。あの部屋の謎が解けるわ。どうすんだ、リモ。黙って聞いて。これが救いの日差しよ。なんだ？変わった歌ね。本当にこういう歌なの？歌は合っているはずよ。でもほら、長い間歌ってなかったから。失礼します。
よほほほ、うまく演奏できました。ツールが現れたぞ。やったな、リム。ブレック、こんな仕掛けがあったのか。このメロディーを覚えていたリムさんのおかげですね。いいえ、あなたのおかげよ。ありがとう、ブルック。よっ、恐縮です。よし、これで先に進めるな。アディオ、待ってろよ。